本日は2021年3月6日土曜日です。現在は1時35分です。午前中は結構曇りっぽくてにわか雨もあったんですが、現在はかなり青空も見えてきました。で天気もよくですね、そよ風なんですが、午前中の予報がなんか悪かったみたいで、どうやらテイクオフされる方がなんか少ないということなんですが、時期こちらの方に降りてくるというようなお話なので、ちょっと待機して待っていたいと思います。上空には家族のパラグライダーが飛んでおりますが、今のところハングライダーの姿は見られませんが、非常に青空の下、高い巻雲が出てますが、優雅にパラグライダー飛行しているところです。下の方はですね、ちょっと下層雲、CU が、若干北東から入ってきてますので、下の方は東寄りになっている可能性ありますが、地上はほぼほぼ無風というか、時折南から南西の風が入っているような、風が吹いて、おります。ウィンドシアがあるかもしれませんが、非常に、今日は暖かくですね、一応明日から冬型ということで、寒くなるんですが、今日まで、20度前後ぐらいまで上がるという、絶好な暖かい日なんですが、残念ながらあんまり飛んでないというような状況で、ランディング待ちであります。3月に入ってですね、暖かい日が結構あったということで、モンシロチョウがもうすでに飛び始めているし、菜の花のもですね、もう咲き始めていますね。これがもう少しすると、真っ黄色に、綺麗になってくると思います。これがオオイヌノオフグリという植物ですが、その近くにはこれ多分セリだと思いますが、セリの花がもう咲いてると、春到来と。まもなくランディングファイナルアプローチになると思いますが、ちょっと逆光でよく見えないんですが、
結構高く上がってるようです。なんか日によって右回り左回りってなんか決まってるそうで、まあ、今日は右回りで、30